エネルギー効率改善都市とは2014年9月23日に開催された国連の気候サミットで採択されたエネルギー効率及びエネルギーの経済効率向上に具体的な取り組みを実行している都市を検証したものであり日本では富山市が唯一の対象となっているエネルギー効率改善都市という故障は日本が独自に訳した造語である 国連気候サミットで国連のパン・ギムン事務総長が主導する地球温暖化への対策としての SE4 オールで掲げたグローバルエネルギーエフィシェンシーアクセラレータプラットフォームを推進するためにいくつかのモデルケースを示した。その中の一つディストリクトエネルギー・インシティーズ・イニシアティブを促進するにあたり先行事例となる実践都市模範都市としてアメリカのミルウォーキー メキシコのメキシコシティ、ペルーのリマ、デンマークのコペンハーゲン、そして富山市の名が挙げられた。これをもって日本ではエネルギー効率改善都市と命名した。この和名を富山市では公式に採用しているが、当初は政府や外務省、環境省では用いていなかった。その語源は2014年7月29日に外務省参与で、 地球環境問題担当大使の堀江雅彦が富山市を視察訪問した際、富山市が世界のエネルギー効率改善のモデル都市になるよう期待しているとの発言が報道され、その文中ですでにエネルギー効率改善都市と記されている。これは同月15日に富山市を視察訪問した SE4 オールニューヨーク事務所代表の高田実るから富山市を 国連気候サミットへ招待すると連絡を受け、富山市側に報告した経緯によるものであった。9月1日の富山市長による記者会見では、国際連合気候サミットにおけるエネルギー効率改善都市特別セッションへの出席についてと正式にエネルギー効率改善都市の名称を用いている。関係者の視察が相次いだ常め用水発電所一方、発報から 国連が選定するエネルギー効率改善都市と記載され、富山市も選定と称したことから、一般には認定、登録されたと誤認波及した。選定という言い方は、富山市が2008年に第一期の環境モデル都市に選定されたことが影響していると思われる。しかし、ディストリクトエネルギーインシティーズイニシアティブを紹介する原文には、選定を意味するセレクションや、 チョイスという文言はなく、レジストレーション、オーソリゼーション、デシグネーション、サンクションなども見当たらない。そもそもエネルギー効率改善都市は、世界遺産のような条約に基づく保護根拠もなければ、登録制でもない。エネルギー効率改善都市の手本として紹介された5つの都市は、検証されたとするのが妥当である。さらに、ポーランドのアルシャは、ブータンのティンプー。 マレーシアのイスカンダル地域などもエネルギー、効率改善都市に選定されたとの報道もあったが、こちらも原文では、パーティシペーティングとあり、選定されたというよりは、参加の意思を表明したものであり、富山市と同等に扱うことなど解釈に語弊がある。そもそもディストリックとエネルギーは、都市内でのコジェネレーション連携を推進する、地域エネルギー供給が目的だが、 SE4 オールでは地域ごとの実情に合わせた様々な取り組みも対象とする。いわゆるエネルギー効率改善都市に選定された5つの都市は、それぞれに省エネルギーへの取り組みや再生可能エネルギーの導入などを積極的に実施している。その上でミルウォーキーは下水管社会主義で、メキシコシティは大気汚染対策で、リマはユニードのイザドによる 貧困や環境問題対策を盛り込んだリマ宣言の、利口。コッペンハーゲンは自転車社会の展開で EU による欧州グリーン首都省に選定。そして富山市は LRT や小水力発電により、経済産業省のエコタウンや国の新成長戦略、21の国家戦略プロジェクトの一つ、環境未来都市にも選定されていることが評価された。富山市のエネルギー効率化の一環である。 LRT エネルギー効率改善都市へは、都市のみならず、UNEP、国連ハビタット、IEA のような国際機関、IDEA のような業界団体、そしてシーメンスのような企業も指名参加する。世界的エネルギー効率加速プラットフォームへは、中国の災難市、フィリピンのマニラ、モンゴルのウランバートル、カザフスタンのアルマトイとアスタナ、ブータンのティンプー、モンテネグロのセティニエ、 ポーランドのアルシャは、メキシコのレオン、ペリューのリマ、マレーシアのイスカンダル地区の12都市が参加を表明した。この他、ディストリクトエネルギーシステムという、いわゆる地域エネルギー供給導入に、韓国のソウル、中国の災南市と安山市、ケニアのナイロビ、イタリアのミラノ、フランスのパリ、ルーマニアのフォクシャニ、フィンランドのヘルシンキ、スウェーデンのベークショウ、イギリスのロンドン、 カナダのバンクーバー、アメリカのセントポール、コスタリカのサンホセ、コロンビアのサンティアゴデカリ、エクアドルのキト、ブラジルのレシフェとソロカーバーが関心を示している。s e ンオールが目指すところは、2030年までの一普遍的なエネルギーへのアクセス達成、2世界全体でのエネルギー効率の改善ペースを倍増、3世界全体での再生可能エネルギーのシェア倍増であり、 エネルギー効率改善都市は、京都議定書のように、国家単位での批准、離脱に左右されることなく、都市での参加行動により環境負荷の軽減を図ることにある。しかしながら、上記に列挙した都市は、先進国と途上国という経済的格差に加え、人口、生活環境や文化的背景の相違、地理的条件などが異なり、一概に比較しにくい面もある。また、 地域エネルギーシステムはインフラ整備に資本集約が必要となり、途上国においては資金調達が大きな障壁となる。太陽光発電にも力を注いでいる日本においても、新たに都市の低炭素化の促進に関する法律が制定されたが、その趣旨である低炭素まちづくり計画を富山市ではまだ策定に至っておらず、エネルギー効率改善都市としては片手落ちである。 また、富山市は、中心市街地の活性化に関する法律に基づく、コンパクトシティ認定1号でもあり、OECD による、コンパクトシティの世界の先進モデル都市にも、選出されているが、事業評価としては、厳しい意見もある。再生可能エネルギーによる、発電の固定価格買取制度に関しても富山市は、指導しているが、各地で、電力会社が買取制限を設け計画が、 とんざしかけており、先行きが危ぶまれる。さらに、富山市は、エネルギー効率改善都市の肩書きを活かし、環境ビジネスの育成とそれに伴う、雇用の創出、観光誘致なども計画するが、環境を重視した運営ができるかも問われる。エネルギー効率改善都市となったことから、伊勢島サミットの環境大臣会議が2016年5月15から16日に、富山市で開催された。 コッペンハーゲンの欧州環境首都のように日本の都市が参加していないことから知られていない環境都市を検証する制度や事業が複数ある。エコシティは1975年にアメリカのカリフォルニアで設立されたアーバンエコロジーという組織を母体に1990年に国際エコシティ会議を開催して以降影響力を増した。エコシティは 3R、屋上緑化、 近郊農業などを実践している都市を検証する。主導的な役割を果たす都市として、ブラジルのクリチバ、インドのオーロビル、ドイツのフライブルク、スウェーデンのストックホルム、オーストラリアのアデレードを挙げている。アーバニズムの影響を受け、エコシティの理念を進めたのが、サスティナブルシティである。ユナイテッドシティーズローカルガバメンツが推進しており、都市のスプロール現象の抑止、 都市農業によるフードマイレージの縮小、電気自動車、燃料電池自動車の普及などを目指す。スペインのバルセロナ、オーストラリアのメルボルン、カナダのカルガリーとオタは中国の天津市と南京市、韓国のインチョン市、ニュージーランドのワイタケレ、スウェーデンのヨーテボリ、アラブ市長国連邦のマスダールシティなどが挙げられている。スマートシティはスマートグリッドなど IT を駆使して、 エネルギー効率を含む都市運営を効率化することを目的とする。オランダのアムステルダム、アラブ首長国連邦のマスダールシティ、中国の天津市などが有名で、国内では横浜市や豊田市などで実証実験が行われている。毎年スペインのバルセロナでスマートシティ国際会議が開催されており、スマートシティ小都市部門を選定している。 ユーロハートパワーという NGO 団体が欧米の都市とそこで環境事業を展開する企業を中心に検証し2009年から2年ごとにグローバルディストリクトエネルギークライメートアワードを授与しているアジアではシンガポールと中国国立交渉のジャムス氏が受賞エネルギー効率改善都市に企業として協賛するシーメンスと世界大都市気候先導グループが 気候変動対策として都市の持続可能性を考慮しつつ、先導的な活動を行った都市を表彰するため2013年に創設。第1回は東京、シンガポール、アメリカのニューヨークとサンフランシスコ、メキシコシティ、コロンビアのボゴタ、ブラジルのリオデジャネイロ、コッペンハーゲン、ドイツのミュンヘン、メルボルンの10都市が選定された。エコビレッジは大都市ではなく、 小規模地域社会で自主的に展開される環境への取り組みで有機農業や水循環を実践している。もともとはヒッピームーブメントから派生した自然回帰思想を行動に移した自給自足コミューンでのパーマカルチャーに橋を発する。インドのオーロビルやイタリアのダマヌールが知られる。世界エコビレッジネットワークがエコビレッジ国際会議を開催し連携を進めている。 クリエイティブシティはユネスコが推進する事業で、日本では創造都市ネットワークと呼ばれている。二十一世紀型の新都市構築構想により、都市の活性化を図り、社会文化的進化と文化多様性を実現することを目的としている。世界遺産が不動産構築物を対象とし、都市としては歴史的な街並み景観などを登録するのに対して、創造都市は文学、映画、 音楽、工芸民芸、デザインメディアアート、食文化の7項目のいずれかで都市を定義する。IT 社会を否定するものではなく、いわば現代版無形文化遺産都市。参加条件は7項目のいずれかを具現化できる。クリエイターあるいは企業が、有形無形の技術と芸術が融合した文化的産物を生み出し、文化消費する住民がいて、 保護と活用を両立できる行政があること。特に伝統的蓄積があり、そこから斬新なものを創出できる活力がある都市が望ましい。世界遺産は環境維持が第一で、常に新陳代謝が進む現代都市は相反する存在だが、クリエイティブシティに代表される知識産業や手仕事のような伝統産業やはエネルギー消費が少なくエネルギー効率を含む。 環境文化という視点、意識が生まれてくることをユネスコは望んでおり、運営母体の規模と実績から今後の展開が期待される。ありがとうございます。